第10レースのスタートです。 S 級の予選競争です。四国勢がそれぞれ踏み上げていきました。2番上野も絡んでいきますが、早くも前段体勢を占めているのは四国勢という形。ここを見て上野は4番手です。まず1番の久田優也、5番浜田浩二、7番網谷裕二と続いていますが、並び的に整えていく7番の網谷裕二、2番手へと浮上。その直後4番手確保が2番の上野裕太です。ここを目標に6番の徳永明人が上がっていきます。これで中段熊本コンビとなっていきます。一方後方は広島コンビとなって、4番の水戸貴則、3番の西岡拓郎、前から1番7番5番2番6番4番3番、今2周回目に入っていきました。正攻法は1番の久田優也です。今季が初の S 級戦、その最初は1月7日からのこの佐世保でしたが、2日目から欠場、その後は G3 戦でも勝ち星を挙げるだろうしておりますが、ここは仕切り直しの一戦というところでしょうか。当地は特別昇級前の9月に完全優勝がありました。マークに7番の網谷隆二、今年に入って早くも2勝をマーク。3番手は5番の浜田浩二、前々回の地元戦では決勝進出がありました。中段4番手に2番の上野裕太、半年で S 級に戻ってまいりました。マークは6番の徳永明人、デビューバンクがこの佐世保でした。1年半ぶりに S 級に返り咲いてまいりました。 A 級戦では30勝優勝6回という戦歴。後方には広島コンビです。昨年12月の地元記念では決勝進出を果たしました水戸貴則、近況は初日2連勝中、当地も11月に連勝で決勝へと勝ち上がりました。高松記念では最終日に1勝を挙げました西岡拓郎がその後ろ。さあこれから残り2周へというところで、後方からまずは広島勢が動きを見せ始めました。そのまま前に上がるところ、上野そして徳永という熊本勢が追っていきまして、四国トリはまずこれを送り出しました。この流れできたところを確認して、中盤区水戸がやや踏み上げながらペースを上げながら、もう出させずないというそんな雰囲気でしょうか。しかし打賞とともに1番久田優也が巻き返し、中段インコース熊本勢粘るかどうか。さあこれらを引き連れまして、中段並走状態を引き連れて4番の水戸貴則ペースアップ。しかし1番の久田優也ホームあたりから積極的に巻き返そうとします。これを自ら4番の水戸貴則が牽制していく。さあ外並走の四国勢がまくれるかどうか、広島勢が前段キープ。一方中段インコースには熊本勢がいて、最終バックごった返した展開、最終バックを迎えてきました。1番の久田をなんとか蹴りをつけようという4番の水戸ですが、懐ついていくのが2番の上野、そして追っていくのが6番の徳永、4コーナーから直線に入っていきます。さあここで熊本勢が先頭2番手、3番手は内をしのいで西岡で、2番6番3番で合輪。最後は徳永が迫ったところ、どうでしょうか。第10レースの S 級の予選競争が終了しました。後位もつれるところを内をついていったのはうまい立ち回り、2番の上野裕太、追走6番の徳永明人、ここへうまくスイッチして西岡3番手、番手の徳永いい攻めをゴール前見せましたが、上野裕太がどうやら押し切った感じで2番6番そして3番の通過体制。一応の入線順です。決定も少々お待ちください。第10レースでした。